こんにちは、賃貸の尾崎の吉田です。本日は奈良県桜井市にございます桜井第7マンションの方のご紹介させていただこうと思っております。今回見ていただくのは2階のお部屋になります。こちらの物件なんですけどもね、まずちょっと冒頭で説明させていただくんですけども、大きく分けてですね、こういった今見えている家電がですね、あるお部屋とないお部屋の2パターンございます。今回ね、たまたまあるお部屋を見ていただいているんですけども、こういったものね、すべて設置物、要は設備ではなくてですね、残置物扱いとなりまして、修理等が効かないものとなります。ライフスタイルに合わせてですね、持ってらっしゃらない方、潰れるまででも使いたいねっていう方は、あるお部屋を選んでいただけたら、ベストですし、持ってらっしゃる方もね、ないお部屋を選んでいただければと思っております。そういったところを踏まえてね、見ていただければと思います。こちらね、お部屋洋室になっておりまして、いろいろね、置いてあるんですけども、すべて同じく残置物扱いとなります。ただ唯一ね、こちらのエアコンに関しまして、こちらに関しましては設備となります。すべてのお部屋についております。こちらね、非常に2階部分、天井が高いのが特徴なんですけども、ロフトがしっかりついております。はい、こういったね、冷蔵庫等も設備ではございませんのでご注意ください。こちらクローゼットですね。結構奥行きがあって広いですね。こちらキッチンになります。シンク、それからコンロですね。こういった棚もしっかりついております。こちらユニットバスですね。お風呂とトイレと洗面が一体型となっております。こちら玄関なんですけども、玄関もね、非常にスッキリして使いやすいですね。おすすめのポイントだと思います。はい、それではね、以上で、物件の紹介の方を終わらせていただくんですけども、詳細の方は私どものページでアップしておりますので、またそちらの方も確認お願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。